道をは、平安時代前期の新言宗の僧、空海の重大弟子の一人、さぬき国太戸軍の人、属性佐恵騎空海と同族で、父への親族。また、一説には、縁鎮のおじとも言われる、平安寺の回帰。はじめ、東大寺の自家地に支持して、有意識論を学び、ついで長年から下言宗と陰苗を学んだ。一説には、日本の下言宗の政党を継ぎ、 大七祖となったと言われる。その後、空海から、真言密教を学び感情を受けた。天朝四年九月の、天朝皇帝、小中塚左京親王のために他及び道場志具を捨て、立花寺に入れる願門には、真言宗の三列僧としてその名が見える。上は十四年十二月、立志に任ぜられ、下唱三年十二月には、賢唱僧図に任ぜられた。なお、 同年7月に、佐野帰国の佐伯木正正浦が、自治へ、道夫の親族であることを理由に、佐伯木宿根の姓を賜っている。忍寿元年6月8日、入滅。去年は不詳。ある時、寺院建立の志を抱いていた道夫は、夢に見た山城国を特に軍の木、上野山を造字に適した招致として創造し、朝廷の援助を得て銃の院を持つ平院寺を建立。 年分土砂二人が置かれ華厳集を伝えた。ありがとうございます。